ブッパータール空中鉄道、ブッパータール空中鉄道、ブッパータール空中鉄道は、ドイツのブッパータールに存在する懸垂式モノレール。正式名称は、である。直訳すると、おいげン断言式短期懸垂鉄道機構となる。本校では、ブッパータール空中鉄道について説明するほか、同鉄道が採用している、断言式、モノレールシステムについても説明する。 民間のドイツ人技師カールオイゲンランゲンが開発したランゲン式を採用している。1898年に着工され、1901年に開通した。幾度かの更新を経て2008年現在も都市交通機関として使われており、現役最古のモノレールとなっている。総延長は約 13.3km、内オーバーバルメンゾンボルン通りの間の、 約 10km は、ブッパー側ーの上、約 12m の高さにかけられている。ゾンボルン通りフォービンケルの間の、約 3.3km は、道路上にかけられ、高さは、約 8m となっている。全線の所要時間は、約30分。ブッパータール空中鉄道は、ライン、イコールルール運輸連合に加盟しており、VRR の乗車券で乗車することができる。 懸水式モノレールのアイデアを考えついたのは、イギリスのヘンリー・ロビンソン・パーマーであり、1821年のことであった、参考、パーマー式モノレール。それまでに存在した、いかなる鉄道とも異なる、それは、懸水式モノレールの車体を馬力で牽引するという、もので、1824年に実用化された、ドイツ人の著名な企業経営者であり、 政治家でもあったはそのアイデアを気に入り、エルバーフェルト、現在ブッパータール市の一部の役所に実現を働きかけ、またこの構想を広くアピールした。1826年9月9日、エルバーフェルトの評議員たちは会合を持ち、ルールからのパーマー式鉄道の敷設のためにブッパー、側の上空を使うことの許可について検討を行った。 フリードリヒハルコルトは評議員たちと共に、ルートの検討を行った。この際の想定路線は、エルバーフェルトとヒンスベック、あるいはランゲンベルクを結ぶというものであった。しかしながら、土地所有者から異議が出され、結局この計画は実現はしなかった。1880年代、技術者のカール・オイゲン・ランゲンは、ケルンの自工場で運搬を行うために、 懸水式モノレールを開発して使用していた。この技術を人や物資の輸送に応用できることに気づき、植民地への採用を働きかけたが、採用には至らなかった。乱源の構想が実現されたのが、ブッパータールである。この町では、発展に伴い鉄道の導入が検討されていたが、地上は、用地確保が難しいため河川上を通る、高架鉄道の案が出た。しかし、 ベルリンで実施されているような高架鉄道は川幅が狭くカーブが多いため実現困難であった。その点、オイゲンが提唱する短期式で喧嘩方式の鉄道は小型かつカーブのエンジン力を車体が傾斜することで吸収でき最適であった。このため、ブッパータール氏は1894年に 空中鉄道方式を採用することを決定した2003年にライン地方産業遺産事務所はブッパータール空中鉄道の試験線を発見したとプレス発表している。ランゲンの構想によるブッパータール空中鉄道は1898年に着工された。その後、1900年10月24日にドイツ皇帝ビルヘルム2世紀の臨席を受けて試運転が行われ、 1901年に部分開通の運びとなった。建設期間は3年、政府から派遣された優秀な建築家であった、ビルヘルムフェルトマンが工事の総監督に当たった。最初に開通したのは、クルーゼ、劇場駅、動物園、スタジアム駅間で、1901年3月1日のことであった。その後、西側終点となる、 フォービンケル駅までが5月24日に開通。東側終点となるオーバーバル面までが全通したのは1903年6月27日であった。建設に使われた鉄材の総量は実に19200トンにも及んだとされる。建設費は1600万金マルクであった。その後、第二次世界大戦によって被害を受けしばらく運休した時期もあったが、 1946年も早い時期に運行再開にこぎつけている。1950年にサーカスの宣伝のために空中鉄道に乗せられた像のタフィーが車両から落下するも一命を取り留めるという事故が発生。ブッパータール空中鉄道は1日あたり約7万5000人の乗客を運ぶ都市交通機関としての実績を積み重ねてきており、 世界で最も安全な乗り物の一つであると受け止められている。1997年には大規模な見直しが行われ、駅設備なども含めて現代の交通機関にふさわしいものとなるよう近代化されることになった。第二次世界大戦中に被災し、休止が続いていたクルーゼ、劇場駅も再建、再開されることになった。 これらの更新計画は2001年までの期間に行われることになっていたが、実行途中の1999年に、保線作業のミスに禁する脱線、転落事故が発生し、5名が死亡、47名が怪我をするという惨事とな。このために近代化事業の完成は遅れることとなった。近代化事業は結局2004年までかかり、また費用も、 当初見積もりの2億5千万ユーロから3億9千万ユーロへと増加した。2004年以降は、ほとんどの駅に監視カメラなどの装備が設置されている。ブッパータール空中鉄道で採用している、断言式モノレール方式では、鋼鉄製の両フランジの車輪が、その溝の間に鋼鉄製のレールを挟むことで指示、案内を行い、その下に車体をぶら下げるという方式になっている。 モノレールソサイティでは、断言式という名称を用いず、両フランジ式懸垂モノレール、サスペンデッド W フランドと呼んでいる。レールは、肩持ちで支えられ、車両は、レールとは逆側に伸ばされたアームで台車にぶら下がる、形になる。この構造のため、走行系は、左右が非対称となっており、線路と車両の方向は決められてしまう。 通常の鉄道車両では180度方向転換をしてもそのまま走ることができるが断言式では不可能である。そのため、ブッパータール空中鉄道では伏線とした上で両端駅にループを設け、全体としてドックー音型のレイアウトを構成し、問題を回避している。動力は600ボルトの直流が採用されており、車輪はモーターによって駆動される。当初は、 モーターと車輪は、ローラーチェーンで結ばれ駆動されていたが、その後投入された車両では、ウォーム着駆動に変更されている。一台車一モーター二軸駆動である。2008年現在で主力の車両は、1970年に製造されたもので、全長24メートルの4ドア車。一編成あたりの座席数は48席で、立席には約130名が乗ることが可能。 最高速度は時速 60km で、路線全体の平均速度は約時速 27km となっている。他に1900年にドイツ皇帝ビルヘルム2世が試乗したおめし車両が胴体保存されており、記念列車やチャーター列車として運行されることがある。線路と線路指示体は486本の柱と橋梁構造で支えられている。 全線が伏線となっており、両端には方向転換用のループが設けられていて、全体として線路は円管配線となっている。分岐は、それぞれの方向に即した線路を平行移動させて切り替えるという方法で実現されている。方向転換をする際には列車を180度展開させる必要があるため、路線中途での方向転換のためのターンテーブルも存在していたが、 前述の近代化事業に伴う更新工事により消滅している。乱言式をそのまま採用したモノレールは他には開業されず孤立様式となっている。しかし、同じく1901年に開業したドレスデンのモノレールは計画に乱ンが関わっており構造も似通っている。ただ、 ドレスデンのモノレールは長さは274メートルと短いが高低差が84メートルあり、丘陵を登ることが主目的となっている。ブッパータールと違って車両は動力がなく駅からロープで牽引されており、動力的にはケーブルカーである点で世界でもユニークな存在である。また、断言式を参考にして車輪をゴムタイヤとした上の式や、 アイビーム式が開発され、前車は上のモノレールにて、後車はスカイレール緑坂線にて2018年現在運用されている。ロバートダウムプラッツ駅を発車した列車が時速 50km で走行中に脱線し、川に落下した。この事故により5人が死亡、49人が負傷した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。